今日は岩本ひかるについてジャーニーさんが話すみたい。私はヨガマットを買いに行ってくるけどね。バイバイ。ちょ、待てよ。ちょっとゆうたちに話を聞いてほしいんだけど。いいよー。スノーマンの岩本が世間に恥をさらしたわね。ヨガマットの件でしょ。そう、1480円のヨガマットを1万円って予想しちゃったの。全然価値が分かってないし、世間知らずのお坊ちゃんであることが伝わってしまったね。普段から金額を見ないで買い物をしてるのがバレバレよね。でもスノーマンは稼いでるんだから、世間と同じ感覚である方が難しいよ。あら、岩本の発言に理解を示してくれるのね。理解というか、アイドルなんだからヨガマットに1万円くらい払うよ。たとえ1480円でも。だけど岩本はかなりのショックを受けて、サスケの制作チームに謝罪をしたのよ。バカだな、そんなことしなくてもいいのに。この度は俺の世間知らずな発言でサスケの名前を汚してしまいすいませんでしたって。この謝罪は誰が得をするの？そうよね、謝られたサスケ側はどう言葉をかけていいかわからないわね。だから岩本は筋肉バカだって言われるんだよ。サスケ側は返事に困って無視しているみたいよ。うん、これ以上関わらない方がいいよ。そのことを知ったメンバーはお前さしか言えなかったんだよ。これで岩本もトシちゃんのバカ枠を告げるね。そういう路線にシュートするしかないでしょうね。今なら地で十始末を演じられるよね。